どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日は明けましておめでとうということで、今日は2023年最初の動画はやっぱりね、骨をボキボキに折っていきたいなと思います。パワーアップして帰ってきた骨ボキボキゲーム、ブロークンボーンズ5というゲーム遊んでいきたいなと思います。骨ボキボキシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さん、やってまいりました。骨ボキボキの世界へようこそ。と、その前に皆さん、昨日の生配信でもね、お知らせしたんですけど、なんとね、俺のチャンネルのキャラクターたちの LINE スタンプができましたー。パチ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 。この LINE スタンプ使ってるとね、もうモテモテになるっていう噂です。使ってみたい人はね、概要欄のところから LINE スタンプの URL 貼ってるんで、よかったら使ってみてください。ということで皆さん、今気づいたんですけど、なんか胸からチェーンソーマンのやつみたいなの出てるんやけど。これ何？とりあえずじゃあ皆さん、早速遊んでいこう。プレイ。ということで皆さん、やってまいりました。雪山の中腹ぐらいかな？とりあえずここのね、シフトボタンを押すと、風船みたいなのが使えるらしくて、こうやってね、ぷかって、あ、これ風船やってんや。あ、待って待って、危ない。オッケー。風船で、風船でこうやって舞い上がりながら、一番上からがちょっと落ちていこうか。そりゃー、新年一発目に俺は骨折っていくぜ。とりゃー、おりゃ、うわ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 、まだね、中腹ぐらいからそんなに骨折れないっしょ。あー、でも結構。結構来てるね。痛い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 。あ、でも結構折れたんじゃない？関節の部分がちょっと折れてるぐらいで、そんなに折れてないな。でね、みんな、このゲームステージがいろいろあって、さっきここから落ちたんやけど、V1 こことか、あ、お金が必要なんだこれ。ちなみに骨をどんどん折っていくと、こうやってね、お金が溜まっていきます。ここの場所でやっぱり、どんどんお金を貯めていくしかないっぽいね。さあ、どんどん上上がっていこう。とりゃ可愛いね。ほら。こんなに気持ちよさそうに俺飛んでるよ、空を。あれ？全然落ちてないじゃん。そして皆さん、こうやってね、お金が今6000円貯まったんですけど、ここのショップでこのお金を使ってアップグレードができるよね。こう風船アップグレードすると、風船でさらに遠くへ飛べるようになったりするんや、これ。よし、じゃあまあ、とりあえず、骨が2倍折れやすくなるポーション。すごいポーションじゃない？これちょっと使っていこうか。よし、じゃあ早速、お金を手に入れるために俺はどんどん骨を折っていくよ。オッケー、これでオッケー。いいよ。もっともっと、もっとだ。こすりつけろ、もっと体を。いいよ。いいね、いいね、いいね。結構当たって、オッケー、いいね。いい音だ。よし、じゃあみんな、3万円貯まったんで、これで、じゃあ次の、なだれ2解放していこうか。まだまだ結構上まであるんだ、これ。なだれ5まであるね。お金が必要になってきたな。なだれ2、ここからじゃあさらに俺は飛び立てるんじゃないか。これ上登れそうじゃない俺。こうやって風船使って、あ、登れそう登れそう。ここから1個上の段階からさ、思いっきり俺は体ブワンって当てて、あ、やばい止まっちゃう。あ、やばい、ダメだ。これ全然ダメだな。ここからさらに上空まで上がって、このあのトゲトゲの岩ちょっと強そうじゃない？あそこにちょっと当たりたい。当たりたいか当たんないか。うれやー、うわ。オッケー。もっともっと体をこうグリ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 って。いいよいいよ。あ、でも当たる。これは、いたうわー、今のは痛いぞ、絶対に。あ、でも9000円ゲットしてる。結構美味しくなってきた、お金が。よし、じゃあみんな、さっきまで風船使ってたけど、この次のタケコプター買ってみる？オッケー。これで多分タケコプター買えるはず。オッケー。じゃあこれ装備してみようか。おー、いいね。なんかかっこよくなった。頭すごいタケコプターついてる。で、さらにこの次の上のステージ。オッケー。なだれ3から飛んでいこう。飛べるぞ、結構これ。さあ、うおーすごいすごい。回転してる。あ、結構上まで行ったね。燃料が結構高いな、風船よりは。お、でも見て。怖っ。こんなとこから落ちんのマジで怖いけど、とりゃーと、うわ、うわ、うわ、いけるよ、とりゃーと、うわ、ちょ、とりゃいいよ、やっぱこういう骨折る系はね、こうやってどんどん高いとこから骨をぐちゃぐちゃって折るのが気持ちいいみたいなとこあるんで、まだまだチャンスある。もっとだ、もっと体を、もっと体ひねれ。あー、オッケーオッケーオッケー。まあでも結構壊れたんじゃない？ 13,000円、結構稼げたぞ。地形によって 5% ダメージが増えるやつかな。これもちょっと上げていこう。で、これは、関節の場所が折れやすくなるみたいな。
とんでもないゲームだな。まあ、骨折りやすくなる。これをちょっとレベル5ぐらいまで上げたいね。そしてさらにみんな、このアンチグラビオールみたいなやつ買ってみようか。重力の引力を反転させる。高いところに上がって強化された速度で落ちます。なんか面白そうだね、これ。アンチグラビオール来た。確かにちょっとふわっとなった気がする、体が。よし、じゃあアンチグラビオールの力見せてやろう、みんなに。アンチグラビオール。とりゃ、あれ、どうやって使うの、これ。おなんだあ、なにこれ、なんかくっついていってる。あ、待って、分かったかも。これ後ろに引っ張られるんだ。こうやって落ちてる最中にこのアンチグラビオールを使うと、これでどうなる。ほら、戻っていくんだ上に。これこれほら、すごい勢いで戻っていく上に。とりゃえ、強くね、これ。でさらに上上がれて、で上空から落ちれるってやつでしょ、これ。ほら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 、落ちれた。ここら辺からまず足を折って、で、あ、なんだ、足を折って、オッケー足を折りながらボン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 やって、最後の方でこのアンチグラビオール使おう。で上空に戻ってまた落ちていくというやつよ。これでおりゃ、ん、大丈夫。オッケー、いいよ。ここも頭も当たっていいよ。頭当たるとね、結構いいダメージ入るよね。ここもブワーって当たっていいよでここでアンチグラビオールで戻ろうそうそう、これでいいんじゃない。これで思いっきりバーンってぶつけていい感じ、いい感じ。でこれでまたこっから戻れるってわけよ。これアンチグラビオールの使い方はこれでいいんじゃないか。あー、でもちょっとやっぱりスピードが落ちちゃうんよな、ここまで来ると。そろそろステージもう一個解放できる。お、来た、なだれ4まで来たね。結構すごいぞ。てか普通にこれ落ちてもさ、結構なダメージ入りそう。オッケー、いいよ。それ頭打って、頭打てない頭打つのがね、一番ダメなんよ。本当はダメやねんけど、このゲームでは一番ダメなことをするとお金が手に入ってしまうので、こりゃ、いいよ。頭は一番最初に守らないといけないけど、ちょっと左曲がれ。オッケー、いいよ。左曲がって、素晴らしい、いいよいい感じ。くるくる回転して、いいねいいよ。そっからジャンプ、大ジャンプしよう。あ、くそ、減速しちゃう。いや、ダメか。いや、くそ。ここら辺からじゃあちょっとアンチグラビオールの出番よ。ここで思いっきりそこに当たれ。オッケー、当たれ、そこに。とりゃ、オッケーで戻ろう。オッケーこれが一番いい使い方じゃないか、アンチグラビオール。まだいけるよいける。オッケー、おりゃ、どりゃいいね。132個骨折れたわ。よし、じゃあみんな次このロケットブース買ってみようか。足元にミニロケットを装着できるらしい。これでまたぶっ飛べるかもしれないね。でさらに骨を折りやすくするやつも、ちょっとレベルね、結構お金集めてきたんで、ここら辺も全部レベル5ぐらいにしとこうか。レベル19まで来たね。あ、見て、なんかロケットブーツついてる。確かにかわいい。よし、行くぞみんな。ロケットブーツの威力確かめる時だ。いけ、おお、わすげえ、なにこれあ、いた、え、なにこれ、あ、なんか、え、なにこれ、こっちより先行けないみたいな感じされたんやけど、待って、それ聞いたい。いや、でも結構、うわいた、なにこれ、頭キーンってなってる今。アイス食べ過ぎたかもしれん。オッケー、いいよ、うわいや、でもとうとう来たか、このレベルまで。俺はここら辺から上空にダイブ上がっていって激突、とりゃいいんじゃない。壁に激突して、そこからさらに下に転がり落ちていくと、めちゃくちゃ上空まで上がって、おりゃうわ、すごいで、うわ、見て、怖っ、これめっちゃ怖いぞ、これ。いけー、とりゃー、つわりゃ、うわ、おまだいける、トゥア、いいね、やばい、それ当たる、いった今のが一番痛そう。あ、下まで久しぶりに来れた。あー、痛いよし、じゃあみんな、ダブル燃料とかあるんよね。これちょっと買ってみようか。みんな、なんか射出ってやつがあるんよね。これなんなんやろうね。これちょっと買ってみる。これでピューンって飛んでいけるみたいな感じなんかな。イジェクターも確かめたいんで、じゃあさらに雪崩5、この上あるんかな。あ、なだれステージはもうここで終わりっぽいな。あ、違う、まだあるわ。 A6 が OK。 じゃあここ買っていって、ここから出発してみようか。うわ、見て、みんな、なんかすごい場所にたどり着いたぞ俺。うわー、なんかすごい、いた、
いったわあ、待って、なんか沈んでる俺が助けてすごい、こんなステージもあるんや。お、なんだ、あ、これがエジェクターか、もしかして一回止まった瞬間にボーンって打ち上げれるんだ。これでさらに上空から落ちれるようになるって感じか。じゃあちょっと一回ここから上空にめちゃくちゃ上がってみて、いけるよ。で、これでいい斜面だ。いい斜面のところで、いたーいてー、この音楽流れた時が一番痛いんやから。オッケー、いいよ。いいよいいよ、そっから飛び出せば、んー、ワンチャンあるよ。いけるいいね、いいよ。あー、とりゃ失礼、とりゃ、うわー、とりゃここでイジェクター使えるんじゃない。あー、来た来た来た、やっぱり、うおすごいなこれ。もう一回骨折れるチャンスを俺はいただけたということですよ、とりゃ。いいねいいねいいね。よし、じゃあ雪崩ステージの最後、 A の6。 うわ、すげえ、とんでもないとこまで来てしまった俺は。とりゃ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 、いたいや、エジェクター使え、エジェクター、ここでエジェクター使っていいよ。で、さらにここでブーストもかましていき、いいよいいよ、おりゃいてどうだった俺、まだ生きてる。オッケーオッケー、よかった。いて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 、いて、生きてる、いて、生きてきて。いてー、なんか変なのに挟まっちゃった。いやー、でも166回。4万円ゲット。このね、雪山ステージは行ったんやけど、この左の谷ステージと、こっち丘ステージもあるよ。谷、あ、こっちが谷か。こっちも結構上がれそうじゃない？あ、ほら、結構安い安い。あ、安い安い。あ、谷5まで来れないけど、谷4まで来れたね。もしかしてこっちを先にやるべきだった俺ちょっとわからんが、でもこっちね、あんまり体をね、当たれる場所がないんよね。あ、でもなんかすごいすごいすごい、結構壊れてる、結構壊れてる。で、ここでほらほら、こすりつけろこすりつけろ、そら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 いいね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 。よし、じゃあみんな、次はこのロケットランチャー、ジェットパックゲットしていこうか。V5、ここ変えるね。OK。V6 は？あ、変える変える。あ、谷ステージもこれで終わりっぽいね。OK、OK、OK、OK。谷ステージのじゃあ一番上から。うわ、めっちゃ綺麗景色。うわ、なんかすごくない？じゃあみんな、ぶっ飛ぶぞ。新年明けまして、おめでとう！うわうわうわ、すごい勢いで落ちれるこれ。いた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 。いった、うわいいね。おら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 、あ、すごい、めっちゃ飛べる。うわ、痛い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 けどまだ飛ぶよ俺は。来た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 、うわめっちゃ上まで上がってきた。みんな、ここのステージあんまり速度出ないんだ。そういえば痛い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 、ほらほら痛そうめちゃくちゃ痛そう。痛い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 、みんなの高評価で俺を救ってくれ痛い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 。よし、じゃあみんな、50ミリオンゲットしました。この50ミリオン玉、グラビティバブル、これめっちゃ強そうじゃない？すごい、なんか体の周りにシャボン玉みたいなのできた。よし、じゃあみんな、グラビティバブル玉使っていこうか。さあ、どうなるのか。一回ここで使ってみる？グラビティバブル。お、なんだ？うわ、うわ、すごい勢いで、うわ、なんだうわ、何が起きてんの？うわ何が起きてんの？痛い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 、なんだちょっと、やばい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 誰か助けて誰か助けてくれ。なんだこれは、すごいぞこのグラビティバブル。ちょっととんでもないことになってる。うわーっと何が起きたんだ今。え、よくわからんけど200個の骨が折れてる。25万円ゲットしたどうやってゲットしたんだ俺は。これ多分向いてる方向に向かって思いっきりこうやって飛べるんだ。なるほど。で、バーンって当たって、で、ここで一回ちょっと解放しちゃって、いてー大丈夫大丈夫大丈夫。で、これで治った瞬間にまたバブル使って、そりゃ上に、上に上がっていこう、上に。おらおら、おら、おら、おらおら、いてててててた大丈夫だ、まだ上に、上に上がれる。おらー上がれ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 、すごい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 上がれる。いた、うわー頂上まで来たみんな。やばい、グラビティバブル。
助けて、落ちても落ちても全然下にたどり着かない。助けてみんな、わあああ、助けて、いた。あー、沈んでいく。今までありがとうみんな。よし、じゃあみんな、最後はこの課金武器、黄金のジェットパックゲットしていこうか。これもね、性能的には同じなんよね。このグラビティバブルと同じやねんけど、やばくなりそう。この黄金のジェットパックで骨をボキボキに折ってほしいなと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしく。高評価ありがとう。黄金のジェットパック装着しました。で、今持ってるお金もこの骨折りレベルをゴリゴリに上げて、ほぼ全て50レベル。渓谷も買っちゃって、山も買って、これも買って、で、これで多分全てのステージは解放できたから、今までなんかさ AT フィールドみたいに守られてこれ以上奥行けないみたいなことは多分なくなったと思うよね、これで。よし、じゃあみんな、全てのステージを解放したんで、この黄金のジェットパックで駆け巡っていきたいなと思います。みんなの高評価の数だけ骨を折っていこうと思うので、みんな高評価もよろしく。ということで、みんな新年明けましておめでとう。とりゃーおー、すごいです。てか待って、燃料めっちゃある、これやばいかも。ちょっと待って、これ飛びすぎて、飛びすぎこんだけしか燃料使ってないのにめっちゃ飛んだんやけど。オッケー、一回これで、オッケーオッケー、下に、どりゃ、オッケー、いいよ、う、おら、うら、いけー、とりゃ、うわーこれでまた下の方に向かって、とりゃー、とりゃーあー、とりゃいいぞ、いいぞ、すごい、すごい、みんな。思いっきりまたね、ゴリャーあー、とりゃーあー、とりゃーとりゃー、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 とりゃーすごいぞ、みんな、とりゃーおりゃ、まだだ、まだだ、まだ降りるぞ、俺は、とりゃまだだ、まだだ永遠と骨折れそう、これ。ほら、ほら、痛い、やばい、止まっちゃう、危ない、骨が折れるよ、みんな骨がうわすごい、すごい、とりゃ俺はまだ生きているみたいだ、とりゃすごい勢いで痛い、そりゃそりゃこりゃすごいぞ、みんな、この黄金のジェットパック。ここからおりゃおりゃで、大丈夫、みんな、ここからさらに復活もできます。で、さらにこう上空に戻ることもできます。どらら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 らどりゃどりゃあ、どりゃ、さよなら、みんな、うわあ、首の骨がということで、みんな、新年明けましておめでとうということでね、この動画楽しんでくれてたり、またアップデート来たらね、やってほしいと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで、また明日、バイバーイ。